はい、今回の動画ではこちらフライパンで作るフォカッチャを作っていきます。初心者の方にもとっても簡単な作り方レシピのご案内なのでね、パンデビューにはもってこいです。それでは本編始まります。はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。近頃はね、暖かくなってきて本当にパンが作りやすい季節になってきました。パンってもちろん暖かい方が発酵が進むし、暖かい方がパンがまとまりやすいんですね。グルテンができやすくて、これを機にパン作りを始める方を応援したいと思って、今回はめちゃくちゃ手軽に作れるパンをご紹介したいと思います。今回の動画では発酵時間何度で何分とか言わないです。パンをこねる台がないって方も多いので台でこねないです。今回で、さらにオーブンも使わずにフライパンで仕上げていくパンをね、今日はご紹介したいと思います。まあ、ちなみに作っていくパンはフォカッチャっていうね、食事系のパンを作っていきたいと思います。それではね、計量から始めていきます。で、今回のテーマとして初めてパン作りをする方に向けた動画なので、初めての方でもね、揃えやすいような、道具を使ってます。多分一般のスーパーでこれ手に入ると思います。カメリアですね。使いやすくて味も美味しい粉なのでね、おすすめです。これ使っていきます。今回あとは同じくスーパーの陳列棚にね、あったこちら、インスタントドライスト、スーパーカメリアのやつを使っていきます。今回はホームベーカリータイプで 3g が10袋の小分けのタイプをね、使っていきたいと思います。はい、ではまず強力粉を測っていきたいと思います。今回 200g ですね。小麦粉にも強力粉、薄力粉、中力粉ってあるので、そのね、強力粉ってことだけ間違いないにしてください。あとお砂糖ですね。イーストの発酵を促進します。これ 10g。 そして味付けのお塩、これ 4g です。今回フォカッチャね、ちょっと食事系に合わせていくパンなので、フォカッチャ自体もね、塩味しっかり効かせて味のあるパンにしていきます。あとはインスタントドライストですね。今回 3g で使っていきたいと思います。イーストも古いやつだと結構発酵力が落ちたりするので、使うときはなるべく新しいものとかをね、使っていくと失敗なくてくれます。これお砂糖の近くの方が発酵がスムーズにいきます。はい、あとはそれではお水ですね。こちらもちょっと電子レンジで温めて、ビビ入れたらあ、ちょっとお風呂ぐらいだなって温度ぐらいにしていただくとね、発酵がスムーズにいきます。こちらをイーストめがけて全部入れます。軽く混ぜます。この後オリーブオイル入っていくんですけれども、先にオリーブオイルを入れてしまって、イーストが油でコーティングされてしまうとお水が吸えなくて発酵が鈍くなってしまうんですよね。なので最初は水から、イースト溶けたなって思って、だいたいね、混ざったなってところでオリーブオイルを 20cc 分入れていきます。それで粉っぽさがなくなるまでね、ぐるぐると混ぜていきましょう。でもあっという間にひとまとまりになります。これひとまとまりになったら、最初はこういうちょっとね、まだらな状態ですね。水分吸ってる部分と吸ってない部分でね、色合いが違うので、こちらはボウルの中でこねて、こねながらこのね、色合いが均一になるまでしていきます。まだ表面はね、もそもそしてます。でボウルの中でこねていきます。グッとね、力込めてグッと押してっていうのを繰り返していくと、まとまりがどん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 良くなってきます。しっかりと体重かけることがポイントですね。ここではすごい扱いやすくてね、ベタつきにくい生地なので、パン入門編としてはものすごい使いやすいです。この生地味わいもシンプルながらね、美味しいので、いろんなものとも相性がいいです。そろそろね、生地の感じが、色味が均一になってきたような感じはしますね。あと5分間ほどこねていきましょう。まだ表面がね、ボツボツしてるの分かりますかね。もうちょっとだけこねていくと、もっちりとしっとりとした感じがね、増すので、もうちょっとこねていきます。あと5分ですね。こねていくうちに手触りも、ボソボソした感じから、滑らかなね、つるっとしたペースト状な感じに変わってくるのでね、その変化にもね、敏感であればパン作りが上達しやすいですね。そんな風に話しているうちに、もうほぼ生地はこね上がりましたね。さっきよりもなんとなく表面がつるっとしてるの分かりますかね。ここまでいけば OK です。よくね、この
動画のやつと見比べてね、自分で作る時も参考にしてみてください。こんな感じ。押した時に弾力あって押し返してくるぐらいの弾力があれば大丈夫です。この後一次発酵ですね。一次発酵で何か適当な容器見つけていただいて、その中に入れていきます。生地を容器の中に入れていきます。で、平らにします。これ潰してね。なんでかっていうと、発酵の見極めが簡単にできるようにね、この容器を使った発酵の方法を紹介していきます。はい、生地ぺったんこにしたら横から見ていただいて、今の生地の高さに印つけておきましょう。じゃ、マスキングテープで貼っときますね。そう、この部分ですって貼っときます。高さのところね。そしたら2倍の高さのところにまたテープ貼っときます。印つけておきます。大体この生地が2倍に膨らめば一次発酵完了なので、これでちょっと見極めていきましょう。そしたら乾燥しないようにね、ジップロックとかの蓋していただいて、ラップでもいいです、もちろん。これ発酵させていきます。そして発酵のさせ方ですね。私のうちには発酵機もないよ、オーブンもないよって方のための発酵の方法は、まずはなんかちょうどいいサイズの鍋用意していただいて、半分ぐらいまでお水張ります。そしてこれを火にかけます。この方法、湯煎発酵っていう方法ですね。ギリギリ触れるぐらいまでの温度になったら、この中で温めていきます。ちょっと火傷だけ気をつけてください。一応間にタオルかませときますね、布巾とかで。この上に乗っけていきます。こうしておくと、一定の温かい温度で保温されるので、発酵機がなくても素早く発酵します。これめちゃくちゃ楽です。で、別に時間測らなくていいです。たまにね、見ていただいて、あ、高さがこの高さになったなって思ったら発酵終了なのでね、このまま少し放置しておきます。はい、それではね、一次発酵が終わりました。ちょっとのんびりしてたらね、結構基準の線よりも上がってきてしまったんですけども、発酵うまくいってます。開けるともうパンパンで、こんな感じ、めちゃくちゃボリューム出てますよね。で、香りもしっかりとパンの風味がします。ここまでね、膨らんでたら一次発酵完了です。こう手にくっついてしまうのでね、少し打ち越していただいて、軽くトントンとガス抜いていきます。これもガス抜くのはもう高さの半分ぐらいでいいです。あんまり抜きすぎても二次発酵での膨らみが悪くなってしまうのでね、ちょっと取り出していきます。こんな感じですね。台の上だったら何でもいいんですけれども、ちょっとまな板の上に出していきますね。この生地を今回はフライパンで焼いていくので、こちらじゃ丸く形整えます。形整えるときは手を8の字、約8の字にするようにして、くる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 っと丸めていくと、生地の表面が突っ張るので、これでつるんと綺麗な丸になります。後ろのこの部分、不格好な部分は一箇所でね、キュッと閉じます。これしっかり閉じてないとね、ここはほどけて膨らんできちゃいます。こんな感じですね。うん、いい感じです。そしたらこちら丸く整えられたら、このままね、少し休憩、10分間休憩させていきます。はい、乾燥しないようにね、ジップロックかけときます。ではまた10分後作業開始します。はい、それではね、10分経ちましたので、成形に移っていきたいと思います。休ませるとやっぱり大きくなるんですよ、パン生地って。こんな感じ、もうふわふわ。そしたらこちらは今回はこのサイズの18センチのフライパンで焼いていくので、まずはこちらフライパンにクッキングシートですね。クッキングシートを三角形に折って、こちらを円形に切っていきます。2箇所に切り込みます。最大2センチぐらいの、広げます。そうするとこんな感じ。フライパンの上に乗っけたら、この上に生地を広げておいていきます。さっきね、つまんだところは下にして、この向きでこの型に合わせるように潰していきます。大体厚みがね、3センチぐらいの厚みになれば OK です。これあんまり分厚すぎても、焼いた時ね、蓋にくっついちゃうので。そうしましたら、これを、蓋して二次発酵入れていきます。はい、そしたら鍋をコンロに置いていただいて、で、少し弱火で火にかけます。ごく弱火でお願いします。ここは
で、フライパン温めていきます。で、端っこの方触りながら温度が高くなっていくことを確認します。触れないぐらいまで熱くなってきたら止めていただいて蓋して、これで大体15分から20分ぐらいね、二次発酵させます。厚みが2倍ぐらいになったら焼き頃なので、またその時にねポカッチョの穴開けて焼いていきます。はい、それでは今お時間が大体20分ぐらい経ったとこですね。二次発酵終わりました。結構ボリュームが出てます。厚みも大体2倍ぐらいですね。そしたらこちら全体にオリーブオイルを塗って穴を開けて焼いていきたいと思います。オリーブオイル全体にまんべんなく塗っていけばいいんですけれどもね、ハケがあったらハケとかでもいいですし、まあ、ハケは多分あるところある家庭少ないと思うので、そのままスプーンとかでね優しく表面に塗ってあげたら大丈夫です。そしたらあとは穴を開けていきます。指でも何でも大丈夫です。大体均等な、ね、穴の開け方の方が仕上がりきれいになりますね。はい、穴開いた後こんな感じですね。そしたらお好みで、まあ、岩塩があったら岩塩とかがいいんですけれどもね、塩を振っていきます。上の方にパラパラっと、これが味になりますね。お酒とかと合わせるんだったらちょっと強めに効かせていただくのもいいかもしれないです。なんかね、あのハーブとかあったらね、入れていただいてもいいと思います。ローズマリーとかが相性いいのでね、ローズマリー入れていきます。パラパラって全体に散らすとそれっぽくなりますね、なんかね。そしたらこちらごく弱火でじっくり焼いていきます。そしたらこちら火はごく弱火にかけてじっくりと焼いていきます。15分間ですね、蓋して焼いていきます。また15分後ひっくり返して反対側も焼いていきます。はい、それではね、15分間片面焼けました。結構ボリュームも出てますね。音も美味しそう。こんな感じです。そしたらひっくり返して反対側にも焼き色つけていきます。よいしょ、おー、いい感じですね、反対側ね。そしたらまたこちらプラスで焼き色だけつけたいんで3分間焼いていきます。はい、ちなみに反対側のフォカッチョの焼き目こんな感じでついてます。香りもね、すごいオリーブオイルのいい香りがしてるのでね、食べるのが楽しみですね。今ちょっと写真映え狙って四隅を切り落として四角にね形を揃えてみたんですけど、見てください、この厚み、あとはこのねもちもちしてる断面、絶対これ美味しいですよね。はい、それで味見をしていきたいと思います。一応このね、端っこの切れ端をいただきます。生地がすごいもちもちしてます。今回オリーブオイルをしっかり使ってるので、パンの表面をカリッと香ばしくね焼き上げてるんですよね。なんか外側はカリッとした食感があるのに、内側の方はすごいもちもち弾力があるので、でまたそのもちもちとして分厚めのパンなんですけども、そこに程よくお塩の塩気が入ってくるので、これ無限にいけるパンです、これ。うん、美味しい。なちゃん欲しいの。なちゃん欲しいのこれ。ちょっと食べる。最後ね。どっち。今回もとっても美味しく仕上がりました。ぜひね、真似して作ってみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。フライパン一つでね、こねる作業も少なくて、あとは発酵の時間、温度の設定も必要ない作り方でご案内いたしました。ぜひね、パン作ってみたいけど未だにやったことないって方、パンデビューにこちらのフォカッチャ作ってみてください。味も絶品でした。おすすめです。この動画いいなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。